はい、ということで大相撲3日目4日目ということですね、1月場所また見ていきたいと思います。2日ですね、一気にいきたいと思います。幕下上皇龍、幕下に下がってしまった上皇龍、矢後との対戦でした。矢後ってなんか幕の内に行ったなんか気がするんですけど、今はまた結局14のね、14枚目とね、下から数えた方が早いっていうね、あれなんですけど、決め出しで矢後が勝ちましたね。まずこれでまあ白星ということだったんですけどもね、ここまで2敗してるのかね、ちょっと気になりますね。矢後が幕の内に帰ってくるっていうのはちょっとなんか遠そうな気がしますね。まあちょっと3日目でね、どうこう言うのはねあれなんですけどね。そして十両に返り咲いた阿炎、そして荒鷲山ということでね、まあ阿炎がまあ強さ見せてきましたね。突き落としで阿炎が3連勝。大翔鵬快勝、快勝鵬、寄り切りでこれで3連勝。王鵬大翔丸、王鵬押し出し、錦富士旭秀鵬、錦富士押し出し、錦木に琴富士、琴富士上手出し投げ。琴富士もなんか幕の内にいた覚えがあるんですけどね。あれ、なんで十両に下がってるんですかね。武将山、佐田の海、武将山、はたき込み、東龍、水戸龍、水戸龍、小手投げで3連勝、貴源治、琴勝峰、琴勝峰、寄り切り、炎鵬、貴健斗、貴健斗が突き落とし、東白龍、白鵬山、白鵬山が突き出し、若元春、天空海、天空海、掛け投げ、極大成、松鳳山、極大成が送り出し、十両豊かやは久しぶりに幕の内での取り組みでしたね。一山本の対戦、はたき込みで、一山本の勝ち。千代の国石浦、千代の国がはたき込み、剣翔徳勝龍、剣翔寄り切りで3連勝、大奄美千代の大奄美が寄り切り、千代丸浦、浦が寄り切り、栃ノ心輝き、輝きが勝ちました、押し出し、栃ノ心なんと3連敗ということでね、初日から3連敗というのは痛いですね。琴ノ若、照強、琴ノ若は引き落としで3連勝、海星、島の海、海星突き出し、秀ノ海、玉鷲3連勝、小手投げですね。宝富士、青山、宝富士が救い投げ、妙義龍、千代翔馬、妙義龍、押し出し、大野翔、霧馬山、霧馬山、寄り切り、沖の海、豊昇龍、沖の海が巻き落とし、ちょっとあまり聞いたことのない取り組み方ですね。琴恵光、千代大龍、琴恵光、押し出し、若隆景、引き落としで翔猿を破っています。北勝富士、御嶽海が寄り切り、高安、久しぶりにね、休場明けということでね、2日休んでのね、まあ、取り組みということでね、まあ13日だけしかないんですけどね、どうなっていくでしょう。逸ノ城に勝ちました、寄り切り、これでまず、初日白星となりましたね。貴景勝ね、残念ながら休場ということでね、首の怪我はね、ちょっとあまりよろしくないということでね、ちょっと心配です。明生不戦勝、大関照ノ富士、高野瀬と貝根ひねりということでね、ちょっとこれもあまり聞いたことがないですね。正代遠藤が引き落とし、白鵬大栄翔が白鵬すくい投げで3連勝ということでね、白鵬と照ノ富士が圧倒的な強さを見せているという3日目でございました。そして4日目なんですけどね、見ていきましょう。十両での取り組み、矢後と荒鷲山から始まります。矢後が送り出し、阿炎送り出しで4連勝、錦富士大翔鵬、錦富士が送り出し、海星大翔丸、海星寄り切り4連勝、旭秀鵬、琴富士、旭秀鵬上手投げ、錦木、佐田の海上手投げ、貴源治、東龍が寄り切り、武将山、水戸龍寄り切り4連勝、東白龍、炎鵬、東白龍、はたき込み、琴勝峰、貴健斗が突き出し、突き倒し、極大成、白鵬山寄り切り4連勝、豊山、天空海、豊山が押し出し、若元春、松鳳山、若元春寄り切り、松鳳山4連敗ということでね、ちょっと痛いですね。剣翔、一山本が寄り切り、大奄美、千代の国が押し倒し、徳勝龍が押し出し、千代丸、石浦が送り出し、浦輝きが押し出し、海星、栃ノ心、海星がすくい投げ、玉鷲、琴ノ若、玉鷲が送り出し4連勝、秀ノ海、照強、秀ノ海寄り切り、島ノ海、青山、島ノ海が押し出し、妙義龍、宝富士が押し出し、千代翔馬、霧馬山が上手出し投げ、沖ノ海、青の翔、沖ノ海が押し出し、豊昇龍、千代大龍、豊昇龍が押し出し、北勝富士、琴恵光、北勝富士が押し出し、逸ノ城、明生、逸ノ城寄り切りということでね、3勝目ということになってますね。高安、遠藤、高安、はたき込みで、これでね、開幕から2連勝となっております。翔猿、御嶽海が押し出し、正代、若隆景がね、やっぱりいい相撲を取ってますよね。大関同士の対戦でした。ちょっと厳しかったですね。押し出しで若隆景の勝ち。照ノ富士、大栄翔、ちょっと危なかったんですけどね、寄り切りでなんとか照ノ富士4連勝。白鵬も危なかったですね。横綱、白鵬、隆の里、これもなかなか危ない相撲でした。白鵬突き落として4連勝ということでね、
まあ、宝里は惜しかったですけどね、まあ、残念ながら4連敗ということでね、まあ、いい相撲は見せてたんですけどね、まあ、ちょっとなかなか勝ててない宝里ということでね、まあ、これから頑張ってほしいっていうね、感じですけどね。ということで、今回の動画は以上です。ということでね、だいぶ早く終わっちゃいましたね。1分近くね、ちょっとね、尺伸ばしたつもりなんですけど、2日の内容がね、まあ大体6分ぐらいに終わってしまったということでね、まあ最後ね、まあちょっと話して、まあ終わろうかなということでね、まあスポーツ界もね、まあ明るい話題もね、結構多い中ね、まあちょっと暗い話題もね、まあ多少出始めつつあるということでね、まあ相撲界でもね、ちょっと貴景勝がちょっと心配なんですよね。ただ、天王寺とね、白鵬がまあ4連勝ということで、まあなんとか4連勝つかんだって感じなんですけどね、このままと、まあ優勝に、まあ2人ともこう向かっていくのかっていうところでね、まあそこがね、まあ見ものなんじゃないかなと思います。ということでね、今回の動画は以上でございます。まあこのチャンネル、まあいいなと思っていただけた方いるんですかね。まあちょっとでもね、いいなと思っていただけた方、気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。